どうもピアニストの長嶋達也です。今日はコンクール入賞者とか優勝者たちがなぜまた学校に入って勉強をするとかそういうことがあるんですかっていう、以前質問を書いていただいて、それに対する答えを、しようかなと思います。でね、すごくこれに僕たちにとってはすごく簡単で明快な、答えがあります。反田さんにしても小林愛美さんにしても牛田くんにしても、他の人たちもね、みんな僕一つ自信持って言えるのが、ショパンコンクールで優勝したくてショパンコンクールに参加したんではないと思います。で、当然優勝したい、だけどそれが最後の一番最終的なゴールではないっていうことなんです。僕たちの仕事って本当にハードで、普通ほら、例えばオリンピックとかだったらゴールド、金メダルを取りたい、で金メダル取って夢が叶ったですよね。僕たちの場合はもう本当にショパンコンクールで優勝するっていうのはオリンピックのゴールドメダルと全く同じこと、それくらい大規模な、それだけ難しいことで、ところがゴールドメダルをもらって1位になって2位になって3位になって4位になって、そこでやっとスタート地点に立てるんです。それって本当になんかハードなキャリアですよね。なぜかっていうと、そのコンクールの履歴とかみんなにそのなんていうのかな、演奏を聞いてもらえることによってマネージャーがついたり、レコード会社と契約を結べたりするんです。それが本当の意味での彼らのゴールであるってことは間違いありません。で、視聴者様の中には今これを聞いて、待てよ、牛田くんだって小林さんだって、反田くんだって、もう日本ですごい活躍してるんだよみたいな言われると思います。だけどね、小林さんにしても反田くんにしても牛田くんにしても絶対視野は海外なんです。僕たちのやってる音楽はヨーロッパから来た音楽、僕もそうでした。30年間ほぼ日本で演奏しなかったのは今すっごい後悔してます。僕今日本に戻ってきてもう全然ね、バックグラウンドもあんまりないし、僕本当にヨーロッパとか欧米で活躍したかった、欧米で通じたかった、それがなんかやっと認められたっていうことになるんじゃないかなっていう錯覚を起こしていてで、絶対みんなそれあると思うんですよね。本場で通用したい、まるでバスケットボールプレイヤーがアメリカの NBA でプレーしたい、サッカーの人がヨーロッパリーグで活躍したい、それと全く同じことです。で、本題に戻ると、じゃあなぜ反田くんはもう2位取って、これからまたウィンの国立大学でまたさらに勉強するのか。確かに彼指揮を勉強するって言ってますよね。で、指揮がメジャーになるのかな。でも僕の勘では彼絶対ピアノレッスン取りますよ。ウィーン国立まで行ってピアノのレッスンを取らないなんてことあるのかなって思いますね。だから彼はきっと取ると思います。諏訪内明子さん、チャイコフスキーコンクールで優勝したのにジュリアードに入って、ジュリアードでまた何年間も勉強した、なぜだろう。音楽ってすごく一生かけて勉強するものなので、コンクールで優勝したって、音楽活動をしてたって、学校に入って勉強するのって僕たちにとって普通のことなんです。それをしない人もいます。する人がいて、しない人がいて、全然それはだから何って関係ないんです。例えば今すごく売れてるトリフォノフっていうのかな日本語で、ダニール・トリフォノフ、彼チャイコフスキーなんだっけ、優勝したのルービンシュタインだっけ、なんかいろんな優勝してますよね。その時もうドイツグラムフォンと契約を結んで演奏活動をしているのに、クリーブランド音楽院で学生をしていてセルゲイ・パパヤンと勉強をしていました。ということで、僕たちにとってはそれすごい普通なことなんです。音楽っていうのは一生涯かけて勉強しなきゃいけないものなんで。で、中には藤田真央君みたいにクララ・ハスキル国際コンクールで優勝して
ですぐにいろんな演奏の機会が与えられて、すぐに人に認められる。それでものすごい第一級のコンサート活動がバン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 入ってくるっていう子もいます。でその反面、ショパンコンクールでも見ても分かるように、優勝してもキャリアがなかなか始まらない。それか、ブーニーさんみたいにキャリアがすごくある国でしか始まらない。日本でものすごく売れたけど、欧米ではあんまりブーニーさんって多分知らない人の方が多いかもしれません。じゃあブーニーさんは上手くないの？めちゃ上手いですよね。本当にね、僕たちのキャリアっていうのは実力がなかったらもうダメだけど、実力の他に運、そのタイミングとかもういろんなことが関わってくるんです。でそれはまあビジネス面、それと全く別に僕たち音楽家として自分を高めたい、常に勉強したい。だからジュリアードとかウィーン国立とかに入ってますます勉強を続けていく。で藤田真央くんだって学校には入らないでそのまま演奏活動をしていくと思うけど、もう一生涯彼は勉強してきますよ。だからこそピアニストは年々熟成していくもので、そんな感じですね。答えになってたら嬉しいんですけれども、もしこの動画気に入っていただけたらいいねさえお願いします。チャンネル登録もお願いします。それではまた、さよなら。